こんばんは。11月13日午後7時になりました。681回のしゃべくり松代の時間です。今日の松代寒かった。松代というかね、全国的に寒かったみたいですね。夏から秋なくてね、冬になってしまったんでね、今日も会う人ね、寒いね寒いね、冬みたいだねっていうね、こんな挨拶ですよ。というようなことでね、今日も生放送でお送りいたしております。あ、今日御嶽海負けちゃったね。昨日負けてね、2連敗でね、もうちょっと頑張ってもらいたいですよね。はということで、生放送でお送りいたしております。今日のゲストなんですけども、ですね、東条保育園の園長先生の大塚雅子さんにおいでいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今東条保育園の園長先生とのご紹介申し上げたんですけども、はい、いつから就任、園長先生に就任されたんですか。はい、今年の4月から勤務しております。じゃあまだ半年と、そうですね、まだってもう半年過ぎたところですね。はい、はい、それまではどちらにご勤務されたんですか。昨年までは同じ松代の造作保育園の方に勤務しておりました。ちょっと田舎へ来ちゃったねということで、はい、ということで、はい、まあ田舎っていうかね、まあまあ今ふざけた言い方しちゃったんですけども、うん、東は本当に大自然、大はつかないか、自然の中で素晴らしいところですよね。本当そうですね。天飾山とね、水上山のふもとにあってね、うん、園の周辺には田んぼとかね、畑がありますしね、うん、東側の山の斜面のところにはね、あんず畑が広がっていますよね。そしてまた近くの川のところにはね、小さな魚とかね、サワガニとかザリガニがね、うん、生息していますし、あと池田の宮とか大日の池、うん、それから土手の散歩などもね、子どもたちはね楽しんでいます。いいね。そしてなんとなんといいことに、保育園の隣は東町小学校なんですねなのでね、そこのね、校庭にある月山のところにも行ってね、子どもたち遊んでいます。秋にはどんぐりとかね、拾ってきましたよ。あそこでね、冬は遊びしてますね。はい、はい、ということでね、なんかその独自というか、なんかちょっと変わったことをされてるそうなんですけど、どんなことなんですか。それそうなんですけどね、今年度に限っては、はい、ちょうど保育園の隣にある昼川のところがね、はい、川の掘削工事をするということで、いつも夏に川遊びしているんですけども、工事があるため川遊びできないっていうふうに言われたんですね、うん、ですので子どもたちがね、川遊びしたいということで、今年は豊坂保育園の方の親水公園、そこでね、川遊びしてるってことなので、そこのところに行って遊ぶようにしました。路線バスを利用してね、3回ほど交流を行いました。それは子どもたち、バスに山乗らないか喜んだでしょう。あ、本当に喜びましたね。ですよね。本当に夏にはそのね、親水公園の方に行って一緒にね、川遊びしたんですけども、その川遊びの時もね、こう生き物を探したりとか、あとはね、手作りのイカダ、ちょうどね、豊坂保育園の子どもたちがペットボトルとかね、それからお風呂のマットを利用したね、イカダを作って遊んでいたのでね、それにね、遊ばせてもらったりしましたし、あと秋にはね、水上山にも一緒に登りました。そりゃいいな。そうなんです。水上山ちょっとね、遠かったんですけど、上まで登ってね、そこでしぽ取りゲームとかね、リレーとか、あと虫もね、いっぱいいたので、虫探しもね、楽しんだりしました。いいね。なので今度冬にはね、豊坂保育園の子どもたちが東保育園の方に今度遊びに来て、一緒にね、冬の遊びをする予定でいるんです。また月山行くんかな。そうではないか。ああ、そうね、なんか水上山の方に行きたいかなーなんて思ってます。わかりました。はい、ということで、事業はどのような保育園とすれば、主にどのような
事業というかどんなような活動をされてるんですか。そうですね、保育園の隣にあの昼川があるんですけどもね、はい、そこのところの川遊び、あの工事でできないってことだったんですけども、意外と工事順調に進んだみたいで、うん、あのもう終わったところでは遊べたんです。なのでそこの川のところに入ってちょっとこう上の方に上がっていったりして、ちょうど今この、ね、写真は川の上の方に上がっていたところなので、まだ草が生い茂っていて、うん、あの水がいっぱいあるんですけど、ここでね、あの生き物をね探したり しましたね。飼育ケースを持って行ってね、その中に捕まえたものをね、あの入れて観察したりしました。これですか。あ、そうですね、これでね探してます。 いたよ、どこどこなんて言ってね、子供たちでね和気あいとねやってますね。で、いろいろとこう捕まえるんですけどもね、これはそうですか。これはまたちょっとあのこの前ですかね、うん、はい、あの捕まえた後はね、うん、また川に逃がしてあげて、それでね保育園に戻ってきています。いいね、ちゃんと逃がすと。そうなんです、キャッチ&リリースをしています。なるほど、はい、でこれ次に行きますか。はい、あ、そうですね、はい、これも同じようにね川で遊んでるところですね。このね川の水の勢いのいいところでね楽しんでる感じですね。これ結構勢いいいんじゃないですかね、この、うん、そうね、うん、この場所はちょっと勢い ねありますね。いいですか、次。はい、はい、あ、そう、これはちょうどね掘削工事して川のところがこうちょっと段差になってるところがあるんですね。そこのところの斜面を使ってこうスライダーをする、お尻で滑るっていうことをね楽しんでいます。こう滑り降りるっていう気持ちよさがあるんですね。あ、じゃあ次いいですか。え、これ先生、あれこれもそうですか。あ、そうです、ほらちょっとね滑り降りたらさ、はい、そのズボンを破れちゃったり、そうなんですよ、保護者から苦情ないですか。そうなんですよ、なんかねそのお子さんによってはね、うん、楽しんでるうちに気づいたらもうねお尻のところがちょっとなんてこともあるんですけど ね、うん、そうなんです。でもあの川遊びの時には、うん、川遊び用の服とズボンと あと靴も用意していただいているんですね。なのであのお家の方には一応こう理解していただいております。あ、準備してね、はい、あ、なるほど、それはいいわ。はい、で次ですか、はいはい、あ、これもそうですね。そうですね、これもね、なんかいるかなって探してるところですね、うん、なんかあそこら辺にいるんですか、なんかこうここはちょっといなそうかな。でもね、こうやって探すことも、ね、大事ですよね。あ、これもそう。あ、そう、これはね、あの豊坂保育園と交流した時にペットボトルの浴衣で遊んだのが楽しかったので、うん、保育園に戻ってきてから今度ね、自分たちでも作りたいってことで作ったんですね。なのでペットボトルでイカデを作って川でちょっと遊んでるところです。これは自分たちが作るんですか、先生方が作ってくれるんですか。あ、いえいえ、ちょうどこれ年長時なんですけども、あのグループごとにどんなイカデを作りたいかっていうところでまず設計図を書いて、設計図書いて、そうです、設計図を書いて、それからあのどのようにやるかって考えて、その本格的だ。4つのグループに分かれたんですけども、うん、それぞれのグループ個性的なのが、ね、できました。ペットボトルの方はね、保護者の方にお願いしてね、あの持ってきていただいて集めてね行ったんですね。いいね、いいんです、楽しいんです、ね、楽しいなこれは。そしてこのね年長さんはね各グループで作ったんですけども、それを見ていた年中さん4歳児さんがね、うん、はい、自分たちも作りたいっていうことで、今度年中さんはみんなで一つのちょっと大きいイカダをね作りましたよ。年長さんの、ね、遊びにとても刺激を受けてます。なるほど、いいね、そういうことはね、はい、はい、これは、あ、これは近くの池田の宮のところに行ってね、はい、そこでね草花で遊んでます。これは春の写真ですのでね、あの冠を作ったり花束作ったりしています。これなんか冠作って載せてますね。そうなんです、あとね指輪作ったりとかしてね、かわいくね。あ、そうですか、はい、次に行っていいですか、はい、あ、先生これ何、そう、これはちょっとね、そうなんですよ、あの枝がありますでしょ、その枝の先のところにね、葉っぱとかね松ぼくりをつけてね、うん、あのバーベキューに見立てて遊んでいるんです。実際にやってるんじゃなくて、あ、そう、火は使っていないんですけどね。なるほど。ね、楽しいんです。そしてね、あの後ろのところに桜の木があるんですけどもね、うん、低いところには木登りもしたりして遊んでいるんですね。子どもたちやっぱりそうやってやりたいっていう気持ちを出すと、先生たちが援助してやりたい気持ちを十分満足させて遊んでいます。これイメージがもうそのままじゃないですか。そうなんですよ、ね、これはいいわ、はい、あ、これはなんかいるのかな、
見つけたかな、何かいるねなんて話してるかもしれないですね。これもあれですか、池田波ですか。そうなんです、ここにね虫とかカエルとかがいるんですよ。そして見つけるとねお友達呼んできたりするしね、みんな虫とかね、うん、カエルが大好きなんです。あ、なるほどね。あ、なんかいたみたいですね。あ、手の上になんか乗ってますよ。これですか、うん、カエルみたいですね。そうなんです、もうカエルもいるとね追いかけたり捕まえたりしてね、すごくね親しんでいます。そして友達との関わりもね、そんなところからね出てきています。なるほど、いろいろこのじゃあカエルなんかも捕まえたらまた逃がして。あ、そうですそうです。あ、いろんな発見があっていいですね、こういうところでね、はい、そうですか。はい、これは、これはね保育園の横の川のそばの土手のところなんですけどもね、ここの土手のところもよく散歩に行くんです、うん、これはね春の写真なんですね、桜がありますのでね、この時は3歳児がよくお散歩に行ってたんですけど、今は、未満児組の子たちがよくお散歩に行くんですね、うん、私もこの頃ちょっと引率して行ったんですけども、今秋なので猫じゃらしがあるでしょ、猫じゃらし、はい、あれをね先っぽくるっと丸めるんですね、はい、そうするとペロペロキャンディーに見えるでしょ。それでこうペロペロキャンディー見立てて舐めてはしないけどもね、先生キャンディー作ってなんて言っていっぱい作ってもらったりね、あとはね今おなもみとかね、センダングサっていうこうくっつく草があるんですけど、そのくっつく草を取ってそれをね頭につけて帽子につけてねこう2つつけてバイキンマンだよって言って遊んだりねそう、そんなことねしてね遊んでいるんです。いい発想豊かでいいですね。そうなんですよ、それでね僕もつけて私もつけてなんて言ってね子供たちね、本当に草もね友達です。そしてまたこの道がねデコボコになってるでしょ、はい、ね草があって砂利があってっていうこういうデコボコ道をね歩くことでねとてもね体幹が鍛えられるんですね。そして今ねなんかこういうね土手のようなところが少ないそうなんですね。ですよね、はい、だからねこういうところがあるところで遊べる子どもたちを幸せだねってお話してくださる方もねいましたよ。なるほど、いいですね。はい、次これは、そう、今年はねコロナ感染症が5類になったということで、うん、はい、未満児組が保育参加を行ったんですね、お家の方にお部屋に入っていただいてお昼寝起きからね排泄の様子を見ていただいたりおやつ食べる様子を見ていただいたりしたんです。それでその後にねお部屋での遊びをしているところなんです。これは0歳児クラスなんですけれども歌を歌いながらちょっと楽器に触れて、うん、楽器を鳴らして遊んでるところです。なるほど、はい、次これはこれはね 1,2 歳児です。 1,2 歳児は遊戯室の方に行って、うん、普段遊んでいる筆遊びをしてますね。これはねバスに乗って揺られてゴーゴーっていう感じで、うん、お母さんの膝に乗ってバスに揺られてるんですけどもね、こんなことして遊んでいます。お家の方にはね保育園の生活がよ知れてよかったっていうふうに言われてとても好評でした。はあ、これはまた滑り台。そうですね、これはね保育園の中に併設されている子育て支援センターになりますね。まだ未就園の親子の方がこの支援センターに来て、はい、お子さんを遊ばせながらお母さん同士で交流したり、うん、情報交換をしたりねしています。お母さん同士もある。そうなんです。それでねだけどお母さんだけでなくていいんですよ。おばあちゃんでもいいし、はい、お父さんでもいいしおじいちゃんでもいいんです。一緒に来ていただいてね、はい、ここで遊ばせると子ども同士で関わり合ったりします。あとはね後ろにいるね先生なんですけどね、うん、支援員さんなんですね。子育て支援員さんがね見守ってくださっていますし、あとはね看護師さんもいらっしゃるんですね。なるほど、だからちょっとしたことも相談できるんです。病気のことであったり食事のことであったり発達のことであったり気になることが、ね、相談できます。あと利用時間もね、はい、9時から12時、午後は1時半から3時半ということでね、今だいたい3組から6組の方がね利用されていますので、またね小さくされる方はねお越しください。あと写真ではないんですけれどもね、うん、世代間交流を行っています。老人会の方とねさつまいもの苗をしたり、それから今週の金曜日なんですけど焼き芋会をする予定でいます。いいなあとはね老人福祉施設の昭和寮とも交流をしています。年長さんが施設の中に入ってリズムとかね歌などを、ね、披露して交流を、ね、しています。
それからあとはね、これもやっぱり写真にはないんですけどね、東町側から入った水上山の入り口のあたり、はい、そこちょっとこう山になっているんですけどね、その入り口付近の山のところでね、その屋根の斜面を登ったりとかね、あとはこう倒木があるとその倒木にまたがったりしてね、あの自然の中での遊びをね満喫しています。いいですね、自然の中で、はい、はい、ということでね、だいぶ時間もなくなってきてしまったんですけど、これはこれもそうですね、はい、支援センターのところでねお子さんが遊んでる様子です。なるほどね、もう私進行下手でね時間もなくなってきてしまったんですけども、最後にですね、はい、松代の皆様、そしてあの松代テレビをね、はい、ご覧の皆様に一言何かありますか。あ、そうですね、東町はね自然に恵まれた素晴らしいところです。子どもたちのね五感を刺激してね、さまざまな体験ができます。主体性を育む保育をしている東町保育園をこれからもよろしくお願いします。はい、どうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、山田さん、やっぱりね素晴らしいじゃないですか、うん、いいですね、うん、さっき大自然って大自然、まあ、大自然まではいかないけど自然豊かだね、うん、大自然は豊かだ、うん、昔はこうねいろいろとそういうあれ、そうですね、汚れなんていうかな、下水道がなかったから汚れてるだけどね、うん、今はもう きれいになってるので、ああやって遊べるのとはいいですね、はい、やはりね都会っていうか町の人たちはね、うん、子供たちは、うん、あんな遊びできねえよ、うん、できないできない、これはいいわな、自然の中でね、うん、いい遊びしてますよ、うん、でもねさっき聞きましたら、なんていうの、東城からね豊坂小保育園行くって言ってね、でなんで行くですかって言ったらバスに乗ってくる、あ、いいことだね、バスに乗ったことなんて多分ないと思う、そうね、だからそういうあれはねいいねって思いますね。そうですね、うん、いろんな体験してね、うん、まあ、本当に幸せだ、うん、幸せですよ、まあまあそういうことですね、うんうん、はい、ということでね、うん、はい、はい、お知らせですね、はい、はい、お知らせがねこれいます、はい、お知らせです、はい、ね松ぐる研究会11月のね例会を行います、はい、絆で生まれた駄菓子屋をねラソっていうところね開店するっていうのでね、ぜひねそういう21日の日にね、7時から町歩きセンターで行います、伝承館でね行います、中村さんって方なんですけど、昔ね村上大で、あれですね、そういう村上ハウス、ほうほうほう、立ち上げた方なんですけどね、うん、一応また別のとこへ行かれて今度はその退職するっていうかね、ちょうど年の関係で一応辞めるんですけど、うんうん、やっぱり思いがあって駄菓子屋さんをやりたいって、うん、真っ白で駄菓子屋さん昔はあったんだけどね、うん、2、3箇所あったんだけど、今度は、ね、自分たちでやりたいなっていうので ね、 いいね、昔懐かしいね、うんうん、そんな形でね、を考えていらっしゃって、その方のお話を伺ういう形になります。さてもう一つはね、こちらなんですけどね、あれです、デコボコ探訪会ってね今度は10回目です。ブラタモリ風町歩きっていうので、はあ、松代って扇状地なんですよね、ああ、神田川と昼川とかね、はい、これ流れてずっと土砂が流れてきて、それで松代城一番下の方まで流れるっていう形のところで、前今度今回はね西城ですね、神田川の一番上の方でね西城の地区を巡るという形でね、ちょっとお寺さんも巡りますけれども、今度はあれですね、茅
ですかね、そういったところのね、かやとね、六校舎跡みたいな形でね、そういったところをちょっと見学するっていうかね、説明していただく、まあ、これもあの県立あの歴史館のね、情報課長さんだった方、宮下健二先生をお呼びして、巡るという形になりますね。宮下健二先生、校長先生さんだった方ですね、はい、確か校長先生、ああの、ね、豊坂のね、校長先生やってそうですね、そうなんです、はい、その方もいろいろとね勉強されてるので、いろんなお話がしていただけるって、楽しい一日、あの半日かかるかな、あ、はい、そんな予定です、はい、はい、青垣公園ね、集まっていただくような形になりますけどね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、じゃあ続いて来週から、はい、来週はね、今度はまた宮坂さんですね、はい、和太鼓との歩み、うん、もうだいぶ経ってるんですもんね。そうですね、うん、もう20年ぐらい前からかな、まあ、そこら辺のね、いきさつなんかもお話しいただけるんですけど、うん、あ、なるほどなるほど、まあ、うん、実際にはあの真田勝田行方太鼓ね、あ、はいはいはい、こちらの方で、うん、いろいろ代表としてね頑張ってられて、うん、はい、いろんなところ行ってるみたいですよ。そう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 、行ってます、あのね、うん、なんだっけな、東京じゃねえ、違う、長野オリンピックの時に、ね、あ、そう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 、あ、閉会式も行ったりね、行ったしね、うん、あと、あ、だからね、いろんなとこ呼ばれてるの、うん、神宮外苑でね、うん、天皇陛下かな、なんか、うん、かな、うん、確か、うん、それ聞くの、ね、え、そういうの聞かれる、ね、ちょっと今ね、今あの三田さんのね、苦しいって、苦しい、ね、あの今ね、お知らせしてる時にね、うん、予告全然今日覚えてねえぞと思ってね、今頭の中ね、くる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 してるね、あの頃考え中考え中、あ、そっかそっか、そう、了解です、あのいろんなところにね、うん、おいでになったそこら辺の、うんうん、お話経験などもね、うん、お話いただく、なるほど、本当にお聞きしたらね、素晴らしい、そんなとこ行ったのってのいっぱいあるんですよ、 あるんですよ、そうか、もう15分で間に合いそう、はい、15分で間に合いそうです、全然間に合わないけども、まあ15分に短縮してね、そうか、分かりました、思うんですけど、じゃあ来週はそんなので楽しみにしてます。でね、写真もね、うん、くれって言ったらね、うん、プリントした写真をね、こんなに残してね、こんなところからいいところ選ぶって、寒いだっつったの、だからね、こう適当にね、こう、うん、目つぶってね、こうピッピッピッとこう選んでね、そう、それでちょっとね、やるの30枚ばかね選んだんですけど、ね、あ、そうかね、ね、うん、まあ楽しみにしてますね、宮坂さんどういうの選ぶかよろしくね、いや本当ね、こんなにあってね、選べないですよ、うん、そんな、うんうん、うん、ありすぎて、うん、1日あれば出せるけどもね、15分じゃ無理です、そう、はい、了解、ということでね、うん、まあちょっとね苦労しました、はい、はい、じゃあそんなことで、話も含めて、はい、来週ね、はい、よろしくお願いします、いますはい、はい、ということで来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。